橋本市では市にゆかりのある歴史上の人物や祭り、伝説、イベント、特産品などを全国に発信するために動画を作成しています。これからご覧いただくのは橋本市の魅力を全国の皆さんにお知らせするために市内の生徒たちが作成した紙芝居です。第一作は和歌山県立小佐田ヶ丘中学校美術部の皆さんが日本女性初のオリンピック金メダリストである前畑秀子さんについて紙芝居を作ってくれました。それでは紙芝居で橋本の魅力発信、始まり始まり。夢をつかんだ彼女のお話を紙芝居で追っていきましょう。それでは始まり始まり。秀子は1914年、今から約100年前に今の橋本市である橋本町に生まれました。家は豆腐屋さんで、秀子はそこの長女でした。体が弱かった秀子は鍛えるために木の川で兄弟と一緒に毎日泳いでいました。その頃は夏になるとたくさんの人が木の川で泳ぎを練習していました。さあみんな、今日も木の川に行くで。やった。泳ぐことは秀子にとって何より楽しく、秀子は水泳が大好きになりました。水泳部に入るためには1000メートル泳がなければいけませんでした。そのテストで3年生以下なのに1000メートルも泳ぎ切ったのは秀子だけでした。秀子が4年生の時、水泳部のみんなで木の川に天然のプールを作りました。さあ杭を打ってロープを張ったら完成や。みんなで協力して作ったプールで水泳部はたくさんの泳ぎ方を習いました。中でも秀子は平泳ぎが得意になりました。5年生の時には平泳ぎで日本記録を出し、もっと多くの記録を作りたいと思いました。6年生の時にもたくさんの記録を塗り替えました。15歳、16歳の時には世界の選手が集まる大会に出場し、メダルを取るほどにまでなったのです。秀子は5人兄弟の中で唯一の女の子だったので、家の手伝いもしなければいけませんでした。秀子は水泳が大好きでしたが、水泳をやめることになりました。それでも秀子の凄さを知っていた校長先生は、それを聞いてとても反対しました。君がやめるなんてもったいない。校長先生は秀子の両親を説得し、秀子は中学校でも大好きな水泳を続けられるようになりました。秀子が17歳になった時のことです。お母さんが1月、お父さんが6月に亡くなってしまいました。もうダメだ。秀子は深く悲しみ、家族を支えるために水泳も学校も辞めてしまいました。水泳を辞めた秀子に、家族や友達、先生たちは励ましや応援の言葉をかけて支えてくれました。そのおかげで秀子は、もう一度学校に戻り、水泳を始めることができました。秀子が18歳の夏、ロサンゼルスオリンピックの代表選手を決める大会がありました。その大会の前に夢にお母さんが出てきて、それ秀子、頑張るんだよ、頑張るんだよと応援してくれました。そして秀子は見事オリンピックに出られることになりました。ロサンゼルスオリンピックで秀子は200メートル平泳ぎの決勝戦まで残りました。しかしオーストラリアのデニス選手にわずか 0.1 秒差で負けてしまいました。1位にはなれませんでしたが、銀メダルを取ることができました。自信満々に日本に帰ってきた秀子ですが、日本のみんなからあと少しで1位だったのに、たった 0.1 秒差で2位になってしまったというような悲しい手紙が届いていたことを知ります。秀子は水泳を続けて次のオリンピックに出るか、もう水泳をやめてしまうか、とても悩みました。そんな時、また夢にお母さんが出てきます。秀子や、一旦やり始めたことはどんなに苦しいことがあっても最後までやり遂げなさい。お母さんは夢の中で秀子にそう言いました。お母さんの言葉を聞いて秀子は決めました。よし、私はベルリンオリンピックで金メダルを取る。そこから秀子の猛練習が始まります。
1日2万メートルを目標に365日1日も休まずに泳ぎました。朝は5時に起きて泳ぎ、夜になっても練習をしました。冬の寒い日には山を駆け上り力をつけました。プールの中で汗が流れるのが分かるほど、ひで子は一生懸命に泳ぎ続けました。ついにベルリンオリンピックの日がやってきました。日本のみんなにはとても期待されていて、もし1位になれなかったら死のうとも考えていました。不安のあまり紙のお守りを飲み込むこともありました。スタートの合図が鳴りました。種目は平泳ぎの 200m です。選手たちは一斉に飛び込みます。ひで子は一番前を泳いでいます。2位で追いかけてくるのはドイツのゲネンゲル選手です。2人とも一生懸命に泳ぎます。その時です。ゲネンゲル選手がひで子に追いつきます。さあひで子は金メダルを取ることができるのでしょうか。ラジオではアナウンサーが前畑頑張れ、前畑頑張れと24回も叫んでいました。日本では夜の12時ごろ試合がありました。夜遅くてもみんなラジオの前に集まり、ひで子の試合を応援しました。前畑頑張れ、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 あと5メートルだ、前畑頑張れ。ゴール1位になったのは前畑ひで子です。3分3秒6という素晴らしい結果でした。ゲネンゲル選手とは 0.6 秒差という接戦でした。ついにひで子はオリンピックで金メダルを取ったのです。日本中がお祝いしました。天国のお父さんお母さんも大変喜んだことでしょう。なぜならひで子が日本人女性で初めてのオリンピック金メダリストだったからです。その後36年間ひで子は日本で唯一の女性金メダリストでした。前畑頑張れ、前畑頑張れ。日本で最初の女子水泳金メダリストをたたえて、今橋本市は頑張れの町橋本と呼ばれています。今日も橋本市にはお互いに応援し合うみんなの明るい笑顔があふれています。おしまい。前畑秀子さんは1914年、当時の橋本町小佐に生まれ、幼少時代から自宅近くの木の川で泳ぎを覚え、自らを鍛えました。小学校時代から頭角を現した前畑秀子さんは、1929年に名古屋市にある現在の杉山女学園に編入し、その才能は飛躍的に伸びたのです。小佐にある県立橋本高校のそばには、前畑秀子さんのお母さんを顕彰した石碑があります。当時、杉山女学園の学校長が昭和7年9月に建立したことが国名から伺えます。昭和7年8月9日、ロサンゼルスオリンピック、女子200メートル平泳ぎで2位となった直後で、第10回国際オリンピック優勝記念の国名は、事実とは相違があります。尊敬していた母、三枝さんは、この前年に亡くなっています。かつて、小佐にあった前畑小島陵上優勝記念プールは、昭和11年ベルリンオリンピックでの前畑秀子小島和江の活躍を記念して、昭和13年に建設されました。同プールからは、昭和31年メルボルンオリンピック男子200メートル平泳ぎ金メダリストの古川勝さんらが育ちました。その後、橋本川の改修に伴い、プールは撤去され、現在は記念碑だけが橋本市運動公園内に移設されています。